俺の名前は轟圭一、日本最大勢力のヤクザ土蜘蛛の若頭だ。今日は経営しているチョコレート店の様子を見に来ている。あ、怪しいな。あ、万引きだ。おい、いや、話して。ちょっと事務所まで来てもらうぞ。あねえ、やめなよ。なんだあいつら、この女子高生の友達か。なんだか気なくせえな。なんで万引きなんかしたんだ。万引きなんてみんなやってるじゃん。みんなって誰だ。誰だっていいじゃん。はぐらかすか。大方誰かにやらされたってところだろうな。お願い、見逃して。何でもするから。言ったな。だったらその制服今すぐ脱ぎな。何でもするんだろう。何これ。うちの店の制服だ。しばらく働け。どういうことなの。バイトは取ってもすぐ辞めるかもしらんし、その点お前は辞めるわけにいかんだろ。やっ